あがりでーす。久しぶり。位置的に久しぶりなんだけど、全然久しぶりじゃない感じする。みんな元気？ YouTube の1日2日ってすごいでかいんだよね。おはようございます、元気です。携帯で撮ってるか微妙かも。携帯の方が綺麗な時あるんだよね。ピンなんですけど、今日から投稿再開します。ゆるゆる毎日投稿かも。私は今アメリカにいます。ロサンゼルスにいます。どこのホテルか分かりますか？ビバリーヒルズのところにあるホテルのスイートの一番いいお部屋です。すごい。まずちょっとカラコン入れさせて。カラコンはキプリエのブレーシャと。何から話そう。話したいこといっぱいあるわ。このホテルのね、内装やばいの。本当に可愛い。パリの時もフォーシーズンズ超可愛かったじゃん。アメリカのロスのフォーシーズンズも最高に可愛い。ちょっと急いでるけどパックした。今日はお買い物の日なので、昨日もねお買い物の日だった。たくさん回って疲れたんだけど、昨日行ききれなかった店に行くのでお買い物の日です。Vlog 撮ろうかなと思ったんだけど、 Vlog 撮るのすごい苦手なんだよね。上手くないんだよね。だからちょっと Vlog 公開するかは謎なんですけど、完全にお休みでアメリカに来ました。初めての。めっちゃ楽しい。今まで行った国の中でダントツフランス好きなんですけど、アメリカのロサンゼルスも結構同じぐらい楽しいかも。めっちゃいい人ばっかり出会う人が。あ、今日のお洋服はこのホテルの部屋で、絶対写真を撮りたくて日本から持ってきたんだけど、ビルのトワルドジュエ柄のワンピースです。これね、再販するの。ポップアップでも販売するんだけど、ポップアップぜひ来てね。チケットなくても当日来れる時間帯もあるので、詳細は概要欄に貼っておきます。今回の新色、私が欲しくて作った白ベースにライトグレーで柄が施されてて、締めるところは締めたいので黒のレースにしました。可愛いでしょこの色味も。これをスイートルームで撮りたくて持ってきた。このね、フォーシーズンズホテルロサンゼルスアッチビバリーヒルズは、映画のプリティーウーマンにも登場した、西部も多く宿泊するロサンゼルスを代表するホテルということで、スイートルームが3種類ぐらいあったんだけど、2泊が普通のスイートルームの中でも一番価格が安めのところ泊まって、一番高いとこ泊まってみたいなと思って、また2泊を一番高いこのお部屋にしたんだけど、めちゃめちゃやばい。こっちの部屋が気に入りすぎて、全部奮発してこっちの部屋にすればよかったなと思ったぐらい、このお部屋が可愛すぎて、すっごい広くてやばいですね。超綺麗。前のお金を使ったパリを知りたいみたいな感じで、金をたくさん使ったパリ旅行を撮ったと思うんだけど、なんかそんな感じで今回もお金を使ったアメリカ旅行にしました。お部屋とかもここは1泊60万70万ぐらいしたので、すっごいなって感じなんですけど、すっごい楽しくて、もう来れないかもしれないから来れる時に海外行ってね、来ないと本当に次は何年後って話じゃん。なので出せるだけのお金を出しました。リュウのお洋服すごい持ってこようと思ったんですけど、ロスじゃないんですよね。リュウの洋服ってどちらかというとパリとかフランスだったら着れるんだけど、ロスはデニムとかかなりカジュアルなファッションなんで、このお洋服はもう本当お部屋の中で楽しむようで買ってきた。前回のフランスもそうなんだけど、かぐみさんっていう方がいて、めちゃめちゃ綺麗なお金持ちなお姉さんなんですけど、かぐみさんがやってるアルカニアっていう会社で旅行とか立ててくれるプランがあるのね。それも利用しました。今回も私は VIP プランに入ってるんですけど、入会金とか結構高めではあるんですけど、例えばご飯の予約とか日本のめちゃめちゃいいところを必ず手配してくれるし、何日に何名でこういう日本料理食べたいですだったら、その中でいいお店を提案してくれるし、旅行とかの手配とか今回全部やってもらったから、飛行機から何から何までプランを立ててもらいました。ホテルもどこがいいのかとか、そんな人わかんないじゃん。自分でリサーチするのも楽しいけど、やっぱめちゃめちゃいいところを知ってるから厳選してくれて、こことこことここどうですかみたいな感じで言ってくれて、その中で選んだって感じ。ぜひねおねだりしてください。女の子アルカリアさん入ってって、もう何でもわがままを叶えてくれるって感じ。サプライズとか男性の皆さん入ってほしいな、お金持ちの。
とこって意外となくない？旅行会社みたいな経験してるホテルとかしか紹介してくれなかったりするじゃん。いやめちゃめちゃ助かりましたね、あれも予約してくれるっていうのは。英語わかんないし、アメリカ超楽しい、もうめっちゃ楽しい、住みたくなったぐらい楽しい。人多くてこんなに全部リアクションとかも可愛いし、オーバーじゃん、わーみたいな、居心地がいいです。しかもその気温がすっごい過ごしやすい。日本ってジメジメしてるんだなと思う。すごいこっちはねカラッとしてるから、なんか日本の感じって低気圧とかさ、そうどよりした気とかあるで、天気によってさすごい気持ちが左右されるけどさ、でもロスの気候ってさあんま雨降らんのだよね。カラッとしててジメジメ感がないのがすっごい過ごしやすい。サンタポニカとラスベガスに行きますね。今日明日はロス、明日にはもうチェックアウトか。ああやだ、この時間が終わってほしくない。日本に帰りたくないよ。帰りたいけど帰りたくない。やっぱたまに来るから楽しいんだよね。あ本当に休めてる。だってさ時差がやばいじゃん、どう考えたって。何時間時差？今朝の9時半でしょ。東京は夜中来るじゃないか。あ中1時半、16時間の差だよ。1日向こう早く過ごしてる、東京こっち遅れてるから絶対動画投稿とか無理やん。あすっごい無理と思って。確かなんか夜8時ぐらいが向こうの早朝とかだった気がするんだよね。だから現実的に動画投稿無理だなみたいな感じでお休みいただきました。ありがとうございます。よいしょよいしょ。カラッとしててこっちの天気、話戻るんだけど超お腹が減るの。なんでだろう、ロスにいるとすっごいお腹減る。まあ、日本にいてもだけどロスにいるだけ結構尋常ないぐらいお腹が空いて、すっごい喉が渇く。ずっと喉乾燥してる。乾燥はやばいのかな。顎がちょっとねニキビっぽいのできてる。着てるものちょっとプツプツプツってしてるからやーだーと思って、やーだやーだー。でもまたほんとすぐロス来たいってなってる。やばいマジ楽しい。昨日食べたご飯が超美味しかったの。日本のご飯を超えることって私的に今までないっていうか日本のやっぱフレンチとかイタリアンとか日本料理とかなんでもだけど、日本の料理ってもうすっごい繊細で、ほんと日本人の味覚に合う味付けじゃん。奥深さがあるというか。昨日のシーフード料理レジデンスっていうお店なんだけど、そこもそのかぐみさんのアルカディアさんが提案してくれて、ロスだったら絶対ここ行った方がいいですみたいな。シーフードかとか思ってたんだけど、やばいレベチ。しかもねなんか前 M ちゃんと京都食べ歩きの動画出したじゃん。ちょっと頭ボサボサでごめんね。その時にさ夜ご飯を2人で食べたんだけど、日本料理を隣にね座った男性が外国人の方だったの。その方に話しかけられてこんにちはみたいなカウンターだったから、でそこでちょっとなんか喋ってて、アメリカの方だったから今度ロサンゼルス行きますみたいな、今度アメリカ行きますって言ったら、このお店おすすめだよって教えてくれて、そこも昨日のレストランだったのね。すごい有名なんだと思って、結構高くてお酒飲んだり追加でトリュフパスタとかトリュフリゾットとか食べてたら10万ぐらいになったんですけど、高っけどマジで今まで食べたコース料理の中で1位かもっていうぐらい美味しかった。味付けがない多分日本人向けなんで、日本が好きなんだってお店の方言ってたけど、日本のお酒とかも置いてあるで、結構日本の食材を使ってあるんね。これ北海道産だよとか、日本の食材を使って味付けが美味しくできるってすごいなと思って、日本人の料理人かなと思ったけど違くて、めちゃめちゃブラボーっつって喋ってた。マジで美味しかった。シノフロ食べたな。フォーシーズンズのルームサービスもめちゃめちゃ美味しい。全部美味しい。結構アメリカはビッグサイズかなとか思ってたんだけど、まあ、意外となんか食べれちゃうし味が本当に日本人の方すごい好きな味付けが多くてびっくり。なんかスタバも美味しかったし、ちょっと塩味が強いグルメが多いかな。ディズニーで食べたホットドッグも少し塩味が強いし、肉味噌みたいな。もう一つだけ本当に嫌ではないけど仕方ないって感じだけどやばい、日本円にすると何円かなと思ってさ毎回調べるのね。本当にご飯とかも何倍だ？ 2.5 倍ぐらいしそう金額的に。何食べて3万ぐらいしたかな。コースじゃなくてステーキとサラダとパンと食べて4万ぐらいしたな。前なんか友達が言ってたんですけど、ハワイでパンケーキ食べたら1万5000円ぐらいしたみたいな2人で。かでもその感覚、パンケーキ食べたら1万5000円、1人7000円ぐらいとかさ。あそうなんかディズニーで T シャツとか4着ぐらいで3万ぐらいして、めっちゃ高い。ディズニーチケットとかもいいやつ買ったからだけど7万とかさ、全部やばい金額。ほんと日本で買った方が安いよっていうものに関してはもう買わん方がいいね。だから買い物行くけどロサンゼルスにあるブランドを買った方がよくて、ロサンゼルスだからいいやって思えるものじゃないと。
買い物してないかな。今日はユニバに行く予定だったんだけど、もう結構ディズニーですごい疲れちゃって。ディズニーやべえ、マジ楽しかった。でも至る所に日本語が書いてあるのが嬉しいなと思ったポイント。日本の漢字がないと思ってたんだけど、それで日本料理が美味しいって感じであったり、それこそなんかラーメン屋さんとかも行列だったり、ディズニー行ってもなんか日本語の建物があったりすると、日本のこと知ってくれてるんだみたいなそんな感じで嬉しかったな。ずっとアメリカ来たかったんだ。専門学校の卒業旅行がアメリカだったの。お勉強みたいな形で卒業旅行の単位みたいなのがあるんだって。行かなかったんだよね。行かなかったらどうなるかっていうと、専門学校でずっと勉強させられるのこれかけみたいな、それだったんだよね。うち行こっかなって思ったけど、卒業旅行の時はもう専門学校4年生で、私ね進路が就職しないって決まってたから、今もリュウ一緒にやってること就職活動を一緒にやめたの。うちら自分で好きな服ずっと作って生きてようぜみたいな、服入るのやめようぜみたいな感じで就職活動やめて、で卒業旅行だったから、卒業旅行でお金使うんだったら自分たちが作る服の材料にお金使いたくないと思って、しかも専門学校だしみんなで行動じゃん、嫌だなと思って意外と行かない人多かった。だからようやく初めてのアメリカに行けて、ちゃんとお仕事できてからアメリカに来れたっていうのは自分の中で結構感慨深いですね。本当にたまにの奮発だよね。ニューヨークも行ってみたいな。うちニューヨークも楽しそう。もうロスから帰ったら仕事が山積みなことが恐怖です今回も行く本当5分前まで仕事してたんで、やべえやべえと思って。ロスでさ食べ過ぎちゃってるじゃん。ポップアップあるじゃん。どうしよう、みんなごめん。ポップアップまるまるしてると思う。そういう気分なら許して。ロスの皆さん、タンクトップとかさ半袖の方めっちゃいるからさ、うちから寒すぎて凍えてさ、とっと寒くてなんかそのロスの皆さんすごいなと思って、みんな薄着なの、めっちゃ寒いのに。あとちょっとでできるよ。メイクは早く終わらそうね。てかさ、アメリカってチップ制度あるよね。チップめっちゃ渡してるんだけどさ、合ってるか分かんないんだけど、一応ネットで調べてさ、チップ渡してるんだけどさ、現地の人ってチップ渡してるの？なんかチップみんな渡してる感じに見えなくてさ。チップ制度ってありますよね。渡した方がいいに決まってるからちょっと渡してるんですけど、ちょっと不安ですね。色が違ったからこっちのがいいかな。フォーシーズンズは姫っぽい内装だからすごい好き。姫様の気分、なんか自分のこと大事にできませんって方すごい多いじゃん。ショートの質問とかでもめっちゃ多いの。自分を愛していかなきゃいけないみたいなこと言うけど、できないから悩んでるっていう方がすごい多いと思うんですよ。めっちゃわかるんだけど、私がすごい自分のことめっちゃ愛してるように見えるでしょ。じゃあ本当に愛してるかそれってわかんないけど、目に見えるものじゃないから。だけど愛そうとしなきゃいけない。愛そうとしなければ愛せることなんてできない。なんか私はそういうことできない、自分のことを愛せないって思ってたら愛せないに決まってる。だから例えば誰かにお姫様にもしてもらいたいけど、旅行行くとかさ、どっか自分のために買い物を買うとかさ、自分が好きだと思ったお洋服をちょっと無理してでも買うとか、自分が機嫌が良くなりそうなことをするとか、そうやって自分を愛そうと努力しなければ愛すことなんてできない。大事にじゃあみんなできてるかって分かんないよ。大事にしようとすることが大事なの。愛そうとしなかったら愛せれないし、自分もそうじゃない、なんか大事にされたらさ、この人大切にしなきゃって思うかもしれないじゃん。から自分から与えていくこと、ギブですよ。ギブアンドテイクっていうか、ギブ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 アンドテイクって感じギブギブギブしまくる、ギブギブギブしまくって、いつか自分のことすごい大好きなんだって思える瞬間が来るまでギブしないと。与えなかったら何も入れないでしょ。可愛いです。今日も私可愛いです。こんな素敵な背景を得るために仕事頑張りました。そしたらみんなが認めてくれました。認めてくれたり、見てくれてお洋服買ってくれたり、じゃあ自分のこと大事にできてるのかもみたいなね。見てあります。めっちゃ可愛くない？この洗面所可愛すぎじゃない？ロサンゼルスのいいところ、コンセント変えなくてもいい差し口、素晴らしい。可愛い、ペントハウスほぼほぼ見終わった。あと5話ぐらいで終わる。ペントハウス40話ぐらいあるんだよ。長くない？ちょっとハマっちゃって寝不足だったりする今。いいねいいねいいよ、巻きがいい感じだよ。喉乾いた、ずっと喉乾く。やべえ、ロスいると水分不足。よし、髪の毛いい感じ、うん、じゃーん、かわいいでしょ。この止めず終わる途中からうん、見てこの景色、
ちょっと今部屋散らかっててさ、かわいい口調があります。はい、ということで以上アメリカからゲットレディーズミーでした。また明日の動画で、バイバイ。